皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。視聴者さんからね、いただいたんです。ある視聴者さんが持ってきてくれました。で、お礼に板もがきをね、お礼にこれいただいたんで、ちょっと差し上げようかと思います。これぐらいかな、はい、これわかる、板もがき、おーおー、はい、よしとんな、知ってますよでな、どうすんな、はい、あのこれくれたっけ、あもうで、板もがき厚みを食べよう、はいはい、その時にあげようと思って、あ、はい、あとこれはあ、なんか聞いたことありますよ、これ聞いたことも、昔のそうそう、いつかわからん、大正か明治か昭和初期かわからん、わからない、いつかわからないやつなんだけど、海で当たるんや、もう超貴重だけど、もう金銭的価値はないけど、あ、部屋か玄関に飾っとけば、はい、あの料理屋さん結構欲しがるから、へー、ありがとうございます、これやったことありがとう、もうなんかすごいどうぞ使っとるもん、めっちゃ使っとるよ、ありがとう、ありがとう、なこれもらって、はい、うわすげえこんな便利なもんがあるんだと思って、はいはい、家帰ったんよ、ほんなら家にあったってほんで家にあるの知らんかったこんな便利なもんがあるんでやったーって嫁にやったこんな便利なもんがあるよ、すげえいいもんもらったと思って、で、あのいろんな GoPro のやつ、はいはい、入れると箱の中に入れようと思って開けたらあったよ、またどうもありがとう、いいよ、これにがあることを気づかしてくれてありがとうこちらこそまた食べてみて、あ、ありがとう、食べてみて、本当に炊いても殻あかんのよ、普通の柿に、そうなんですか、もう自分でいい加減の時間でもう刺して開けんといけない、貝柱を、うん、貝柱をずっとやって、で結構もう切らんと当たんけ、あーなるほど、今日気をつけるといけんぐらい、開けるときに今日クスッといかんように気をつけて食べてください、あ、ありがとうございます、食べてください、はい、こちらこそありがとうございます。この時に養殖の牡蠣と板ポトどちらが美味しかったか後で教えてくださいってお願いしてたんですが、後から連絡をくださいました。板ボ強し、これで通算成績板ボの7勝2敗です。しかし食レポうまいですね、自分もこう言えばよかったんですね。瀬田で何年ぶりかに水島の間に来てみました。もう5年ぶりぐらいじゃないでしょうか、こんなとこ来るの。尺島の岡川です。さて、本当に久しぶりなんで何がいるのか分かりませんけど、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、何も出ない、かって何も出ない、いやー今日まさかの赤けた、いいなこの塊、よいしょ、まさかの赤桁、びっくり、本当にびっくりですね、赤桁はちょっと、アイロンが見たら、お、カニがやっと一つ、なんと台湾ガザミだらけですね、やっぱり変なものが、やっぱり川の方があったかいからこう寒いのが苦手なんで寄ってきてるんでしょうね、川の近くなんで水島は。しかしまさかのまさかの赤桁、びっくりですね、久しぶりに、ここ普通黒桁なんですけど硬いとこなんで、久しぶりに来たら赤桁になってました、びっくり、こっちに、しかしまあ台湾ガザミがまあ爪にかからなくてよかったですけど、問題はこの水温で明日まで生きるかどうか、台湾ガザミ、ここがあったかいんで寄ってきてるんだと思うんですけど、
驚き、あとは言いだこと、おこぜさん、よいしょ、よいしょ。なんかこの辺にもまたおこぜ見えたけどな。まだおこぜ見えたんですか、台湾の攻め。何ボールんね。あとは言いだこだ。こうでした。西貝、ここ西貝多いとこなんですけどね、今年は少ないです。よいしょ、またいましたね、これが正体不明の。あとはまた台湾、また台湾出てきました。すごいすごい台湾ガザミ、よりによってますね。しかもメスだけという、オス全然いない。そうや、今年はこれも少ないですね。デビラって呼んでますけど、ガンゾーカレーって言ったかな、忘れましたけど正式名称は。これも多分弱いんでしょうね、もう全部夏にいなくなってしまいましたけど、全然少ないです今年は。いつも寒くなったら出てくるんですけどね、全然見ません。落下きた。綺麗なウェイカー、もうすぐ子持ちになるはずです。また台湾できました。これ早く行けんと死んじゃうもん。台湾をちょっと先に行けてきます。これ早く行けないと死んじゃいます、寒さで。うわ、イイダコ広いです。さっきイイダコの塊がいたはずなんですけど、どこにいたかな。この辺りいたと思うんですけど、この塊が。よし、ゴミを取りながら拾っていきましょう。イイダコこれだけいました。あとはまたオコゼとアカゲンダとこっちとかでした。アマテが少ないですね、1個だけ、1匹だけでした。はい、じゃあ行きます。下水島と上水島の間です。ちょっと2番目は漕ぎすぎました。ちょっとガサがいっぱいです。ちょっと長く漕ぎすぎました。20分漕いだんで、ちょっと20分は漕いじゃダメなようです。どうも。よいしょ、やっぱりもう爪が尖ってるんで、ちょっと傷がいってますけど、こっちは長男です。めっちゃ綺麗、入ったばっかりですねこれ。よいしょ、漕ぎすぎたんじゃなさそうです。石をすくっちゃったんですねこれ。何石じゃないの、なんだ。うわ、そっか、また台湾です。普通はこっちが多いとこなんですけどね、ほぼこれしかいないようなとこなんですけど、なんと赤桁でしたね。しかも2番目赤桁少ない、全然見えません。こういうのはよく大凧が入ってるんですけど、入ってないですね、残念。せっかくひらめいましたけど、一つはもうおかずかな、おかずにしようかな。食べるときめったんないんで。よいしょ、もう先に寄っておきましょう。台湾出ておいで。生きとるかな、寒いんでもう元気がありません。よいしょ、さて池に行きましょう。あとはイイダコでしょう、イイダコここでしょう、出てくるものは。よいしょ、2番目も台湾ガザミだらけでした。まさかこんなところにこんないるとは、びっくりです。
とはやっぱりイイダコでしたね。オコゼはあんまり見えませんでした。2番目はこんな感じです。今度は本当に漕ぎすぎたかもしれません。パンパンです。また台湾ガザミが見えております。今度は取れております。ついに2月の第2週目ですけど、ワカメが見え出しました。またしても台湾ガザミがいますけど、帰るまで生きるでしょうかね。これクロゲター、赤げた。どうだこの子が見えてますね。夏に結構見えてたんですけど、もう全然いませんね。冬には死んじゃったんでしょう。おい、台湾ガザミ生きるんですかね。帰るまでに、台湾ガザミは帰るまでに半分ぐらい死んでるかもしれませんけど、よいしょ。昔の人の言う大野会っていうやつじゃないですかね。この辺の寄島の人が大野会が昔港の中にたくさんいたって言うんですけど、今はもう港掘ってるんで何もいませんけどね。これが噂の大野会でしょうかね。白ミル貝かな。それ大野会と白ミル貝、それとも一緒なんでしょう。これはちょっとおかずに良さそうです。よいしょ。またおかずがありましたよ。まあ何？この間食べたやつ。いや俺一緒なんかな。でもここ見たら一緒だけど、ここ違うわ。まあ何かい。これ白ミル貝。ミル貝じゃない、ミル貝。なんで食べた？昔の人の言う。すごいな、すごいや、なんか歯見れとるや。ミル貝じゃない、ミル貝。この間のもこれかな。大野貝っていう昔の人が呼ぶやつかと思ったけど、この間の人ミル貝やったんかな。黒かった。黒かったろ。もっと細かった。細かった、細かった。でも一緒なんかな、貝一緒もないし。おかず。じゃん。ミチコロンドンならぬサチココンコが新作を発表いたしましたので、サチココンコの新作の発表会がありましたので、ちょっと行ってきました。これ何だったっけ。ライオンです。ライオン。これはヒョウです。ヒョウ。ヒョウはこっちもあります。ヒョウ顔怖すぎるでしょう。この2つで2つつけたということで、これをちょっとアウピーさんに試してもらいましょう。アオピーさんでもどうもライオンになれるらしいんで、こっちはヒョウでした。ヒョウになる。アオピーさん、アオピーさん、ヒョウになってみてください。鼻でかすぎ。ライオンになってみましょう、はい、アオピーさん、ライオンになってみましょう。ライオンです。